今回は運命が好転し人生がうまくいくの第346回でリクエストにお答えしてこの島神社を取り上げます。リクエストの内容は京都のこの島神社にお参りして次の日空の感じが全く違うので写真を撮ると目視では白い雲でしたが神様が写っていました。雨の港主の神様がおいでくださいました。ありがたいです。なかなか毎月はお参りできないのでよろしくお願いしますというものです。それでは本題に入る前にこのチャンネルでは皆さんの人生を明るく楽しくする動画を送りますのでチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それでこの島神社ですが、この神社は京都府京都市右京区太秦森ヶ東町というところにあります。正式にはこの島にいます天照御霊神社と言います。ここはとても不思議な感じがします。一元さんお断りみたいなちょっとガードが固い感じです。でも馴染みになるととことん面倒を見てくれます。まあ最低月2回の参拝を1年は続けないとダメですね。ということでこの動画も何回も見ないと聞かないです。御祭神は雨の港主の神様、大国玉の神様、頬出の御事様、宇賀や吹合図の御事様、新居の御事様となっています。御利益は雨の港主の神様が招福、厄除け、安産、長寿、出世、開運、学業上達、技術向上、海上安全、病気治癒、大国玉の神様が国家安泰、国家繁栄、五穀豊穣、商売繁盛、子孫繁栄、子授かり、頬出の御事様が農業守護、漁業守護、畜産守護、商売繁盛、航海安全、心願成就、開運厄除け、縁結び、子宝、安産、宇賀や吹合図の御事様が豊作、農業守護、夫婦和合、子宝、安産、開運、延命長寿、スポーツ上達、ニニギの御事様が五穀豊穣、畜産、国家安泰、家内安全、厄除け、風紀栄達、良縁成就となっています。それではまず最初にこの島神社の御利益のエネルギーです。
終わりました。次は五祭神型のご利益のエネルギーです。終わりました。次は境内の元忠の森のご利益のエネルギーです。
終わりました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。